は、こ、です。与える、従業、過労。会社、員、は、過労、で、倒れ、た。他に方法がない。他に、がない。方法、他に、彼女の方法は科学的ではない。過労、過労。彼女は地方公です。妻は会社員です。妻は会社員。新な環境問題とな、ている。父は出張中です。父は出張中。深刻な問題だと思いますよ。彼女は地方公務員です。彼女は地方公務員。母はよく出張で東京へ行く。彼女は出張中です。彼女は出張中。会社員は過労のため病気になった。彼女の方法は科学的ではない。科学的はない。方法は科学的。過労死は深刻な社会問題だ。過労死。深刻な社会。問題。引き出しを閉めてください。引き出し閉めください。閉めて。引き出し。
祖父の古い効果を部屋財産家屋根裏部屋で見つけたイタリアに住みたいイタリアみたいみたい住み この町はとても住みやすいです。お金を引き出しにしまった。お金を引き出しまった。引き出し。犠牲ものは主に古い木の寸住宅に住んでいる人たちだった。お住まいはどちらですか？お住まいどちらはお住まい。彼を自宅に招いた。彼女は私たちを夕食に招いてくれた。私たちにくれ。夕食、私たち。自宅の住所はどちらですか？彼を自宅に招いた。彼を自宅に招いた。彼女は私たちを夕食に招いてくれた。女の子は魔法の玉を選んだ部屋で見つけた。
その、町、では、住宅、が、不足、して、いる。横浜の近くにどこか住む所を見つけなければならない。鉛筆は上から2番目の引き出しに入っているよ。この建物は住まいに向きにできている。